ンポン。最近って VTuber がグラビアとかやるんですね。へえ、そうなんか。ということは、ボイスレッドクイーンの私にもグラビアの依頼が来ないね。あんな、うちらの大先輩ならいざ知らず、さすがにうちらには来ないやろ。はい、みんなグラビア撮影しますよ。イエーイ、聞けや。では、拙者がカメラ。カメラマンを務め、デュフス。カメラマンを務めさせていただきます、デュフス。落ち着け、落ち着け。じゃあ最初は個別で撮りましょうか。まずはゆかり先生から。こうですか？ああ、いい。いいですね。次はちょっと顔を浮かせてみようか。リクエストおかしくね。いや、いい。興奮するね。これもう心霊写真やろ。ああ、いい。バーサーカーとイレア憑依のツイナちゃんの合わせいいね。どういう絵面やこれ。いい、先輩。いい。もっと気だるそうなやつでおなしゃす。うちだけ方向性違うのなんなん？よっしゃ、次はうちの番や。はい、お疲れ様です。ちょっと。ふむ、セクシーが足りない。はあ、まあ、グラビアと言ったらこう、相手を魅惑する感じで、いろんなポーズとって、肌を露出させる感じやろしな。肌を露出。ということはこの二人を投入すれば解決しないね。あ、もしかして。数が足りない。数の問題じゃねえ。よし、このみんなで相手を魅惑してやんぜ。困惑するわ、ボケ。うん、セクシー。難易度激ムズ。手軽にセクシーになる方法はないですかね。うん、そんなんあるんかな。あ、この水玉コラっていうやつよさげじゃありませんか。なんやそれ。水玉コラは露出の多い衣装などの布地部分を水玉で隠すことで、裸体を見ているかのような錯覚を起こさせる技法です。君詳しすぎん。なるほど。こんな感じですかね。多分違うね。顔隠れてどうすんね。下半身がおかしい。撮ってもらった。マジ疲れた。ほら見て見て、なんか全体的に半目だね。先生のも心霊写真かな。私のもガチの心霊写真。あれ、そういえばみんなが写った写真がないですね。ほんまや。よっしゃ、みんなで撮るでいくわ。私は恥ずかしいので。まあまあ、青いまた一枚も写ってないやろ。我らも写ってやるぞい。誰？お前らがどうしてもって言うなら別にいいけど。誰だお前。はい、じゃあ撮りますよ。イエーイ。はいはい。